トラブルダークネスアイドルレボリューション、ヤミちゃん、どうもこんにちは、ソルウィンです。トラドルの実況をしていきたいと思います。なんか絵面がすごいね、素晴らしい素晴らしい、うん、素晴らしいね。今日はね、まあいろいろとやることはあるのですが、ちょっと寝起きで失礼しますって感じですね。いつも通りな感じですけど、まあ今日はね、まず最初はガチャパートから行こうかなと思います。いやー、やることがいっぱいあるってのはいいことかな。一応プランとしては、ガチャパート先にやって、その後に例の8月3日になっちゃったんだよね。ヤミちゃんって感じだね、8月3日。まあ、誕生日ではないんだけど。ね、ヤミちゃんの誕生日はイブだからね。眠くて、まだ眠いっす。っていうかね、すごい寝たんすけどね。やばいね。病的な寝方をしました、ちょっと。すごい寝た。なんか飯食って、ほんと、ね、くっちゃ寝をしましたよ、くっちゃ寝を。やばいな、太っちゃうやつだよ。よくない、よくない。とりあえず、なんだっけ、コミュニティ掲示板の、まあ、ご意見、ご要望を吸い上げするっていう、慣れをやります。あとは、ストリートセッションの模様を、まあ、撮ったりとか、あと、星集めログインボーナスの交換をしたりとか、まあ、やることはいっぱいありますね。まあ、むしろ、交換はこのガチャパートと一緒で済ましちゃってもいいかもね。というわけで、まず、ガチャ行きますか、早速。PP を使ったしね。の前にちょっと触れる？わわわわわわわ、まあ今プロダクションカーニバルやってるよとか、アトレイリオってます、レベルアップカーキャンペーンね。はぁ、あまり本当に気休め程度と言っちゃったんですけど、まあ一応かなってやつですね。はい。これも言ったんだっけ、またレアカードが追加されたよーっていうか、新スキル追加されちゃったよってやつね。まあ、大変ですよね。ああ、これヤミちゃんね。新しくね、また UR が登場と。早くヤミちゃんの新しい UR が、というか UR1 枚も持ってないから UR 欲しい。あと、もみおかさんが追加されてます。で、この水遊びシリーズはなかなかエッチくていいですね。非常に。非常にね。さっきの頭で出てきたあれが水遊びの闇ちゃんだよね。あれも可愛いよね。で、はいはい。あとは、まあ、プロダクションが今やってて、サンキューガチャで。で、あと8月8日ですね。七桃の誕生日と。まあ、まあ、例によって、また特性選ぶ系と、まあ、バースデー3連ができるという感じですね。あの魔物を持ってるとこ確認しとかないとね。なんか今確認しちゃう？思い出を見返せるんですね。多分七桃はあれ選んだ気がするんだよな。ボーカル選んだ気がする、適当に。何も持ってない。あー、 SSR 見ちゃった。それ持ってねえよって話か。いや、言うて SR も、そうだね、ボーカルだね。いや、ボーカル以外選びましょう。あと戻った方がいいか。わあ、なんか重い。わあ、おかしいなことになった。これか触ればいいか。はい、そうですね、両方とも棒から選んだと。これだけ覚えとけばあとは安心だね。というわけでガチャパートは行きましょうか。目当てのものがあるんですか？
さんっていうガチだね。やっぱ期限があるやつから行かないとね。多分ログインのやつも終わったんだよね。ってことはまあ4枚、いつも通りだよね、4枚ってのはね。じゃあ4枚回していきましょう。ドキドキか、ドキドキなのか、ドキドキかもなんで、おっと何もないぞ。でもやっぱりここがねレインボーじゃないとは期待はしない方がいいのかもねなんてね、まあそうだよね、うん、そう思うよ。はい、レアでした。はい、サクサクいくぜ。でね、サンティガチャは小手川さんが出てくると。やっぱりあれだよね、端っこ以外欲しいよね、端っこ以外が。はい、端っこですねまあ知ってたってやつですね。はい、じゃあこのレッスンディスクでこれいっぱい映ってるけどさ、あれだよね、あーやっぱこんな仕様だったんだよね。こんな仕様っていうかね、あーでも一方さ、かける10ではあるのか。まあかける10だったら悪くないかもね、なんてね。うん、でもできれば金ディスクが欲しいな。はいはい、また何もなし。まあだよね、うん、うん、まあでしょうな。ど真ん中とか来ないかな、ど真ん中とか。ぶっちゃけど真ん中っていうか、もう真ん中のこの列だね、欲しいのね。うん、 SR の鍵、うーん、まあ欲しいっちゃ欲しいか。イベゲンのやつとかは鍵使わないと。昔のイベゲンとか結構多分放置してるというかないしね。まあ強いて言うなら、あーでも SR の覚醒とほとんど終わってんだよね、やっぱレアだよなうん、大体まあ SR の覚醒してないカードなんてない気がするな。うん、ですです。もっといくよ、さっさといくよ。さあさあ、なんか出ないかな。ああ、なんだなんだ。ああ、ヤミちゃんでした。このヤミちゃんなんだっけ、結構確かいいやつだった気がするな、スキルは。じゃあ、結局全然左のやつ見てなかったな。多分意味があるんだよね。あのペケのところに行けばいいやつが出るとかそういう感じなんだよね、多分ね。これ特に何も動いてる感じがしないんだけど。うわーい。あ、でも一応か、あのビンゴチャンスがあるね。うん、ビンゴチャンスに期待ができると。これは2分1というか2ラインか2分1ではねえな他が結構あるし。あー特にこれといって何もなかった感じですね。まあ、あとはビンゴに期待しましょう。できれば AP100% が欲しいな。ってそういうことなのかな。これ例えばこのなんや、スペードが青だから AP、 このスペードやったら AP100% とかってことな。このハートやったらとか。あでも関係ないな、多分絶対関係ないなあペケだった、おー揃った、イエーイ。あでもやっぱそうなのかな、ここだよね、今多分ペケだったらこれってことか。うーん、なんかそんな気がするな。やったー、ビンゴした、久しぶりに行かんだけど。神々やけども。やったー、やった、金ディスクだぜ。一応、なんていうか、欲しい言ったら、もらった感じやね。ありがとう。いや、結構 SR ぐらいはみんな引いてるやん。でね、なんか、ちょっと、数日の間に、ものすごい、レアキャラチケットと HR キャラチケットが溜まりました。
SSR テラチケットもなんだかんだでね、まあイベとか、あとスカイライブで7枚また溜まってきたんで、またね、10連回そうと思ってますんでね、お楽しみにって感じですね。てか、私が一番楽しみにしてます。ある意味。はい。うん。じゃあ、このヤミちゃんの SR2 連か。まあ、これね、オファーでもらったやつです。ゴールドイリュージョンが欲しいな。っていうか、ゴールドイリュージョン以外欲しいヤミちゃんの SR ってあるかな。ないと思う。多分ないと思う。わーい、バニラだ。わーい、ファーストインパクトだ。うん。まあこんなもんでしょう。次行こう。ヤミちゃんの HR 行っちゃうよ。これでヤミちゃんの SSR とか出ないかな。一回も聞いたことないんだよね。ほんと結構期待してずっとヤミちゃんのオファー回し続けてるんだよ、俺。わーい、何もなんねえ。いや、逆にだよね。でもね、ほんと SR すら出ないんだよね、これ。ほんとに。本当にびっくりするぐらい出ないんだよね。ほらーほらほらーほらほらーだよね。だから実際ね、オファーね、HR って一応スキルがある程度固定されてるから、実際ね、欲しいスキルがあるんっていうか、育成したいスキルがあるならね、他のキャラとかやった方がいいかもね。うん。ヤミちゃんのやつ、まあ結構いいのもあるけどね、ヤミちゃんのスキルもね。うん。ね。というわけで、じゃあこの HR とエアキャラリックか。で、期待のできない HR から分回しておくか。ほんとね、HR キャラチケットってなんかね、もうなんなんてぐらいの感じですよね。あ、SR ぐらい聞きましたね。はい。なんだっけ、キュートアクションかな。新スキルもほぼほぼというかもうないしね。 HR は本当に何の期待を回して回せばいいのかちょっとわからない。うーん、まあ確かにね、スキルとかはあーね、あ、 SR はよく出るみたいな、ね、出るね。まあでも SR ってもはやなんだよな、私が揃っちゃってるからなんだけど。ダンシングステージ、スイートソングね。うん、SR もほぼほぼっていうかね、うん、もうほぼフル覚醒しちゃってると、なんというか楽しみがゲームゲーム。なんだよね。うん、はい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 、あー、ワイフ誘致は嫌いじゃないけど、SSR が良かったなー、オーシャンホール。はい、はい、ですね。まあ、まあ予想通りの展開と言っちゃなんですけどね。はい、じゃあ行きましょうか。結構 SSR に定評のあるレアキャラチケットですね、最近はね。さあ、どうでしょう。うん、はいはいはい。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 なんかちょっと重くなってきた。まあまあまあ。1回目はこんなもんだな。2回目。はい。はい、まあ SR は確定した。あー、ダンシングアリーナ、うん、レアキャラチケットじゃなくて HR キャラチケットよりもいいスキルの SR が出ましたね。うん、これだけではもはや HR キャラチケット、役割を超えたというか、うん、出る SRH じゃねえや、 SR が変わったり、あー、またあーね、はい、はい、ここダンシングステージか、確か。まあまあまあ。まあ、こんなもんでしょうね。さあ、最後だよ。SSR ぐらい出てもええんちゃうの？どないっすかね。はい、どうぞ。あー、ノーリアクションからのよ。セリヌ？来るやつ？嬉しいやつ？嬉しいやつある？嬉しいやつ。あー、ない感じやね。なるほどね。ってな感じでしたね。まあまあまあ、こんなもんでしょう。じゃあまあこんな感じで今回はじゃあガチャパートということで、終了したいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。